タスクコマよしここまで来たらもう大丈夫だからねきっとすぐにお父さんとお母さん見つかると思うよありがとう新しいお母さん諦めないであと俺男オーケー大体の話は理解したわ要するにその子が迷子で赤の他人であるあなたがわざわざこの迷子センターまで送り届けてくれたってわけねおもちゃ売り場で泣いてたんです僕もです君の話をしてるんだよ2人とも強い子だからもう泣かないだから俺は泣いてない この場所にたどり着けた段階であなた達たの勝利は決まっている私を誰だと思ってるのそんなにすごい方だったんですねえ誰だと思ってるのいやわかんないけどなんかすごそうな言い方してきたから迷子を誰一人迷子のまま帰らせないそりゃそうだろ迷子センターの鬼工藤直子別名迷子センターの鬼もうわけわからないんで早く迷子アナウンスしてくださいオッケーさっさとご両親を探し出してあっちが引いちゃうくらいに説教してやりましょう鬼だなえー、ちょっといいかしら あなたたちは今日デパートに買い物に来ている。そうよね。あまりにも素敵な商品が並んでいるから、あれも欲しい、これも欲しいってきっと目移りしちゃってるはず。ただ、一旦冷静になって考えてみて欲しいの。目の前の光景に浮かれて本当に大切なものを見失ってないいくらお金を積んだって買えないものがこの世の中にはあるはず。もう一度思い出してみて。あなたにとって大切なものは何ですかいつまでも近くにあると思ったら、大間違いよ よしあとは待つだけ来るかそんな抽象的なアナウンスしても誰一人気づかないでしょ僕には理解できたすごい次からは迷子にならないように気をつけようねあなたもしかして未だに迷子アナウンスでその子が着ている服の特徴を言ったりするとでも思ってるのえ、違うんですかこれだから平成生まれはあなたもでしょ令和を生きている以上いくら迷子と言ったってちゃんとプライバシーに配慮しなくちゃいけないのベラベラと個人情報を喋ってしまったらそれだけで悪者扱いされてしまって最悪火炙りの刑よ中世ヨーロッパか令和の火ぶりちょっと考えればわかるわよね令和の 炎上君頭いいね本当どうして迷子になったのまあいいわもう少しギリギリを攻めてあげるただし何かあった場合にはあなたにも責任を取ってもらうから覚悟しておきなさい別に迷子アナウンスくらいで炎上なんてしないと思うんだけど黙れ焦げ渡ン。もうただの鬼想像してみて。 太陽が昇る素敵なビーチがあなたを待ってる。いきなり何言ってんだもしかして、これ僕のことじゃないかなえほら、太陽はこの帽子で素敵なビーチっていうのは今着ている洋服のことを指していると思うんだよ。ああ、なるほどそれで太陽が昇る素敵なビーチかハワイ4日間の旅、今なら16万9000円<は>最高のひとときを最安の値段で詳しくは3階トラベルプラザまで 逃げてただろう完全にみんなハワイ旅行のことだと思ってるからねえ焦げはダメうんその呼び方やめてこのまま僕はお父さんとお母さんに忘れられて一人寂しくミュージシャンとなってその生い立ちを生かし若者に刺さる歌詞で一世を風靡して一生お金に困ることなく幸せな人生を歩むのかななんか後半に行くにつれてめちゃくちゃ都合よくなって言ってたけど人大丈夫だよお父さんとお母さんは今も心配して君のことを探してるってだったらもうすでにここへ来てないとおかしいんじゃない、はい、どこまでも鬼だな僕悲しくてまた涙が出てき ああ本当に大丈夫だからそれにね男の子が泣いていいのはアマゾンでスマホの保護フィルムを買ったのに届く前にスマホを落として画面に思いっきりひびが入った時だけだよ。え僕女の子ですけど。えー、っでででまさかの僕 性別を間違えるとか、失礼にも程がある。いや君も間違えてたよね。よし分かった。これはもう最後の手段なんだけど、私が今までに試してきた中で、一番親御さんと再会できる確率が高い方法を試してみましょうか。そんなだったら、最初からやればいいのにと言わざるを得ないような方法があるんですか。か、ええ、えあるわ。館内を端から端まで歩いてひたすら探し回るの。めちゃくちゃ原始的だな。遠回りすることが最大の近道ってわけですね。そうやってみる。だったら、そのアイディアの応用編になるんですけれども、親のスマホの gps を頼りにピンポイントで居場所を特定して無駄な捜索をしなくてもいいようにしましょう。 え、それできるのさらに近道になるわね一応僕令和を生きてるんでショートカットがお似合いだポチこの物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんの「d o o f l a がサブチャンネルで公開中その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございましたいい